中国は12日に国連人権理事会でオーストラリア政府が人権侵害を犯していると抗議しオーストラリアが国外収容施設に被護希望者を収容していることを深く憂慮していると主張しましたこの動きは中国政府の強制外交における戦術の変化を示すものです 一方、アメリカのニューラインズ戦略政策研究所が発表した新たな報告書によると中国政府はウイグル人の迫害において1948年の国連ジェノサイド条約のすべての条項に違反したことが明らかになりました中国政府は国連人権理事会に対して声明を発表し オーストラリアの国外収容施設では収容者に適切な医療を提供しておらず彼らの人権は侵害されていると主張しましたロイターによると中国政府は声明で我々はオーストラリアに対しすべての国外収容施設を直ちに閉鎖し移民難民被護希望者そして特に子供の権利を保護するための 具体的な措置を取るよう求めると述べたということです中国はまた2005年のアフガニスタンでオーストラリア軍の兵士が戦争犯罪を行ったという申し立てに対して包括的かつ公正な調査を行うようオーストラリアに求めましたオーストラリアは抗議への回答を求められています 一方、アメリカニューラインズ研究所の報告書は中国共産党がウイグル人を根絶するために広範な残虐行行為を行っていると結論付けました。同報告書の一部は中国共産党がウイグル人のコミュニティ指導者のほかにも計画的に妊娠適齢期のウイグル人を標的にして抗菌していることを 明らかにしました,またウイグル人を取り巻く状況は生活できるようなものではないとし中国共産党はウイグル人女性に出産防止策を課したり子どもを両親から引き離したり集団収容に似た方法で大量のウイグル人に強制労働をさせたりしているとしました。 ヒューマン・ライツ・ウォッチによると中国は多くの産業的規模の人権侵害を犯したにもかかわらず昨年国連人権理事会に再選されましたトランプ前大統領は2018年にアメリカを国連人権理事会から脱退させました同理事会は人権問題に対する行動が不十分であることそして 中国、ロシアキューバベネズエラなどの悪名高い人権侵害国が加盟していることが理由でしたしかしバイデン政権は2月アメリカが国連人権理事会に再加盟することを発表しました今回の中国のオーストラリアに対する抗議の背景には悪化し続ける両国関係があります オーストラリアのペイン外相が中共ウイルスの発生源の調査を求めたことを受け中国政府は昨年5月からオーストラリアとの貿易船を過熱させています。貿易船の影響で牛肉ワイン大麦ロブスター木材石炭綿花などさまざまな輸出産業が打撃を受けました。 中国政府は昨年末に方針を転換しプロパガンダ役を担う環球時報を使いオーストラリアの敏感な問題を攻撃し始めましたその中にはオーストラリアが先住民の権利性的暴行の申し立て現地の中国人に対する人種差別戦争犯罪の申し立てなどの問題に 対処していないなと非難する社説やツイッターの投稿も含まれます一方オーストラリアは報復外交は行わず自国の安全保障を強化し中国以外に貿易相手を多角化することに力を注いでいます。